翔吾君、残ってもらってごめんね。こうやってお話しするのは初めてだよね。6年生の翔吾君、真昼のお兄ちゃん。いえいえ、お気遣いなく。いつも弟がお世話になっております。6年1組美化員、小6なのに翔吾ですなんつって。真昼とはだいぶノリが違うな。それでね、翔吾君、今日授業参観だったじゃない。いかにも。なんで翔吾君、真昼を参観してんの？いえ、ほら、真昼って少し変わってるでしょ。先生に粗相してないか心配で心配で。君が君の担任の田中先生に粗相してるけど、ダメだろ。いくら弟のためとはいえ授業を抜け出しちゃ。いやー、面目ない。ほら、真昼のせいでお兄ちゃんが先生に怒られちゃったじゃないか。いや、真昼のせいでは。ごめんなさい、お兄ちゃん。なんか、真昼のお兄ちゃんなだけあって、やっぱ少し変なのか。ん？